さあ、ということで、そういえばさ、アルバム見てなかったなって思うんで、ちょっと見てみましょうか。やっぱ増えてるよね。いや、埋まっていくのが楽しみですな。よし、ということで、その前に、簡易島の劇のリハーサルか、リハーサルあるかなと思って、3回行く前にやろうか。ここでは宝石を踊りながら飛び続けてください。よし、頑張りますか。100個ね。とりあえず、ノルマと言いますか。さあ、ではアクションリハーサル、簡易島。普通に考えて移動しないといけなかったからな、ある程度。やばっ。でも普通にむずいんだけど、まあ、とりあえずできるだけ宝石が多い方に行くようにしよう。無理しないとか無理しないで。オッケー。うわー、マジか、当たっちゃうか。風吹いてるとこむずいな。さあ、頑張っていこう。ここ上行きたいね。いやー、行けないか。間で入るって感じですかね。そうなると、あの3個もし取るなら。とりあえず、一回な、やられないこと、大事に。行きましょう。あ、しまった。取りたかったな、今のとこは。え、なんか間に合わなくない？今の上昇間に合ってないよな、普通に。はい、ここも取る。オッケー。で、すぐ上。うわ、間に合った。ギリギリすぎる。こっち行きたいかな。おお、怖え。うわー、マジかー。もうちょい上から入る？結構早めの行動でいいような気はしたんだが。あ、しまった。また出てしまった。で、ここすぐ上。オッケー。
怖え、うわー、当たっちゃうか。そうだよね、上昇しすぎてもよくないか。ただあっこ取れるか取れないかでかなり変わるような気はする。取らないといけないポイントな気がする。ただここもしっかり取ってすぐ上ね。オッケー、いけた。もういけた、いけた、いけた。あぶねよく最後一発でいけたわ。オッケーオッケー、もう大丈夫、もう大丈夫。よかった、検視リハーサルね、俺15分ぐらいかかったんですよ。今回6分ぐらいでいけたわ。よかったよかった、ありがとうございます。ハートからドレス、いいね。よし、では行きますか。3階、大丈夫ですよね。よし、行きましょう。まだまだ新しいね、変身がありそうだよね。さあ、3階でーす。とりあえず見てっか。メロディーオブオーシャン、なんかマーク的に人魚みたいな感じかな。ナイトメアパーティー、浴槽、パティシエですかね。夕日のカウガール、カウガールステージ。そしてミッションエイリアンクライス、なんか面白そう。よし、ではミッションからいきますか。とりあえずタイトルから考えられそうなのは、なんていうか、ヒーローものっていうか、そんな感じですよね。それも、アメリカンなと言いますか。ちょっとそっち寄りな、イメージっていうか。大変、さらわれてる。早く出さなきゃ。いきなりすぎんか。なんだ今のは。とりあえず大丈夫そう。ここなんかあるね。あー、大変なことになってる。はいはい。さあ1個目ー。めっちゃ捕まってんだけど。やばくね。これで実は下に道がみたいなことはないか。シェルターまでどうやって行けば。とりあえずこれはなんかできそう。ほい、で待ってね、こっちから行けるか。はい、さあリボンでーす。
こういう裏側とかさ、大丈夫かな。他に通れる道じゃないかな。めちゃめちゃ気になることを言ってる。とりあえずいいかな。お、なんかいる。宇宙人な。秒で倒す。お姫様。さあ、シェルダーに行こう。あ、燃えとる。これは噴水みたいな感じ。あ、待って待って待って。なんか裏側にあるんじゃね。裏側っていうか、なんか色合い的にここにありそうな気はする。どうしよっけ。ちょっと裏ではなかったね。思いっきり表からできましたね。シェルター到着。君はヒーローだ。ってことはやっぱヒーロー系かな。オフィスエリアと連絡できない。お、ここにいらっしゃる。はい、あったー。3つ目オフィスエリアが燃えてる。早く助けに行かなくちゃ。はいはいはい、オッケー。なんかすごい博士感あるね、このキャストさ。頭に玉ねぎ乗っけちゃって、あら、かわいい。その腕を見込んで協力してほしい。研究室に来てくれんか。よし、行きましょう。なんか結構早かったな。スッて下にいたのよ。やばい、博士か。柱の光、希望の光じゃ、希望の光になってる。お嬢さん、あとならば。お、さあ行きましょうか。スーパーヒーローピーチ、いいですね。これは正義の輝きだね。よし、行きましょう。めちゃめちゃアクション楽しそうだな。はい、パワフル。やっぱりヒーローだ。オフィスエリアのシェルターに行きたいんだ。僕たちも持ってくれる。お、ついてくる。ピクミンみたいだね。もうオリマーさんビジュアル、どっちかというとキャストンさんだけど。はい、強すぎんか、ちょっと。はい、よいしょ。あー、マジか。はい、危ない。間に合った、よかった。さあ4つ目、大通りを抜けたらシェルターだよ。持ち上げられるんだ。てことはさ、こういうとこになんかあるんじゃないかな。操作ガイドあった。力持ち、持
ち上げられますよとかですね、こういう裏とかってありがちじゃね。ねよかったよかった。さあ5つ目、通り抜けで良い。はい、待って、投げらんないってことはどこかで使うのかな。これえ、待って、持っちゃったんだけど、持っちゃったままなんだけど、これでいいのか今な。通れないから次でこんな感じか。で待ってね、これなんかありそう。オッケー、コインかな。タコさんみたいな、みんな捕まえる。待てー、おー、オッケー、まだまだ捕まえる。はい、お、硬いね。はい、オッケー。さあ6個目だね。ここもなんかある。よし、待って待って、はい、間に合い、よし、よかったよかった。ありがとう、ここなら安全だ。さあ、回復、コインももらえる。あ、こっちじゃないんだどうでか、丸ごと持ってかれましたね。お、博士、お、ヒーロー遅くなった。こんな時のために用意したものが。さあ、この装置に急いで。頼むぞヒーロー、その力でみんなを救ってくれ。おお、すげえ、多分助けてくんだろうな。ほい、あ、かけらまる。うわ、同時にやっていくのね。はいはい、オッケー、かけら、オッケ
はいはいはい、よーし、全員だね。え、これ初の一発回収いける？頑張ろう。先生バーンチ。操作ガイドを見たい。相手の動きをよく見てタイミングを合わせ B でカウンターだ。カウンターね。あのパンチが攻撃ですかね。こんな感じか。なるほどなるほどなるほど、それがもう攻撃手段みたいな。ほい、よーし、ありがとうございます。え、マジで全回収いけちゃった。よーし、ありがとうございます。ヒーローステージいいね。アクションが楽しいわ。さあ、では続きまして、カウガールステージかなの二つ目ですね。夕日のカウガール行きましょう。ここクリアしたらまた三つ目で、キラリサさん救出みたいな流れになるのかな。よし、頑張っていきましょう。あ、いきなり？いきなり穏やかじゃないですね。動画のご視聴ありがとうございます。ちょっとでもいいと思っていただけましたら、チャンネル登録、高評価、コメントをしていただけますと嬉しいです。またツイッター、インスタグラムなどもやっております。こちらのフォローもぜひよろしくお願いいたします。動画概要欄にございます。そして他のシリーズもおすすめなので画面に表示されていると思いますので、こちらもチェックしてみてください。